金水性物質は、水との接触により発火や発熱、可燃性ガスの発生など、従前より危険な状態になる性質を持つ物質である。日本の消防法では、自然発火性物質とともに、第三類危険物に区分される。メディアを再生するカリウムと水との反応金属カリウムは、水と激しく反応し水素を生じる。これは発熱反応であり、 水素が自然発火するために十分な発熱量が発生する。炭化カ,カルシウムは水との反応で爆発性のアセチレンを生じる。殺素材として使われるリン化アエニやリン化カ,カルシウムが水との反応で生じるホスフィンは常温で自然発火するとともに強い毒性も持つ。金属カリウムや金属ナトリウムは水や空気との接触を避けるため、高油中で保管する。 オーリンは自然発火を防ぐため水中で保管される。このため、同じ第三類危険物であるオーリンと菌水性物質を同一の貯蔵所で保管することはできない。火災時には水を用いた消火方法を取れないため、乾燥さやバーミキュライト、パーライトを用いた窒息消火、炭酸水素塩等の粉末消火剤が使用される。同様に、 水での消化が不能な物質には、第一類危険物の無機化酸化物、第二類危険物の金属庫やマグネシウムなどがある。第三類危険物のうち、オーリ輪に限っては注水消化が可能である。アルキルアルミニウムは、水との反応により、可燃性ガスが生じ、爆発的な反応を起こす物質であるが、アメリカの科学メーカーの研究では、微細な流形の水を、 ミスト散布することにより比較的穏やかに水と反応させ消化する方法を確立した。酸化カルシウムは1989年の消防法改正で第三類危険物からは除外されたが水との反応で発熱する。この性質を応用し液弁や群上式殺虫剤の発熱剤として使用される。金水性物質を含む危険物販売取扱所の標識。 東京都にて、アメリカ合衆国運輸省で使用するハスマットクラス4から3の表示消防法別表第1には、第3類自然発火性物質及び、菌水性物質として、下記の物質が掲載されている。カリウムナトリウムアルキルアルミニウムアルキルリチウム、オーリンアルカリ金属および、アルカリ土ル金属、リチウム、カルシウム、バリウムなど有機金属化合物、 マイナスジエチルアインなど、金属の水素化物、水素化、ナトリウム、水素カリチウムなど、金属のリン化物、リン化カ,カルシウムなどカルシウムまたは、アルミニウムの炭化物マイナス炭化カルシウム、炭化アルミニウムその他のもので精霊で定めるもの。トリクロロジランや、ジクロロミチルシランなどの塩素化系素化合物前、各悟に掲げるもののいずれかを含有する。 物蒸気の別表第1のうち6以降は、自然発火性試験及び、水との反応性試験により危険性が判定される。1から5は、反応試験を要さない。1から4の指定数量は1 0オーリ輪は2 0ラムである。第3類危険物の菌水性物品及び、第1類危険物の内アルカリ金属加酸化物を、貯蔵もしくは取り扱う場所については、 幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上で青字に白文字で、禁水と記した、掲示板を掲げる必要がある禁水性物質に対応する英単語にウォーターリアクティブサブステンセスがある。国際連合危険物輸送勧告では、サブステンセスウィッチインコンタクトウィズウォーターイミット、フラマブルガススと定義し、分類4.3に区分している。ありがとうございます。